白い雪が空から静かにゆらゆらと舞い降りる日。どうしよう、ないよ、寒いよ。どうしたの？それが二人との出会いだった。本当に僕手伝わなくていい？うん、お兄ちゃんはそこで休んでて。二人を自分の家に入れてあげて、お母さんが帰ってくるまで一緒に遊んであげたあの日から、今では二人からお兄ちゃんと呼ばれ慕われている。二人のお母さんからも信用されるようになって、すっかり家族同然の扱いを受けるようになった。今年の夏、しおりちゃんは地域が主催するお料理教室に、さおりちゃんはバスケットボールクラブの練習に通うことになった。ところがお料理教室がある日はバスケットの練習がなく、お母さんは仕事で忙しく昼間は家にいられない。そこで二人が留守番している間、一緒にいてやってほしいってお願いされた。大学も夏休みで断る理由もない、僕は二つ返事で引き受けた。可愛い双子とお留守番。今年の夏はいつになく刺激的で楽しい夏になりそうだ。しおりちゃん、よくこんな環境で我慢できるね。もう慣れちゃったから。それにお料理に夢中になってると暑さなんて忘れちゃうよ。やっぱり夏はおそうめんだね。美味しそう。ちょっと違うの。ネギ？だって本当は朝月じゃなきゃダメなの。それか小口ネギ。違いがわからない。全然違うよ。料理人水木しおりとしてのこだわりってやつかな。とにかく食べよう。うん、うまい。本当？よかった。はあ、ごちそうさま。もうお腹いっぱい。私もごちそうさま。麦茶飲みすぎたみたい。ちょっとトイレ行ってくる。え、じゃあ私もおトイレ。そういやしおりちゃんも麦茶いっぱい飲んでたね。うん、ご飯作ってる時すごく喉渇いてた。お兄ちゃん、お待たせ。お昼ご飯できたよ。待ちくたびれたよ。僕もうお腹ペコペコ。ごめんなさい。ってあれ、お兄ちゃんテレビついたままにな。なんだかすごく好みかも。しおりちゃんの制服姿か。きっとすごく似合うと思うよ。本当？本当にそう思う？お兄ちゃん。もちろん。だってしおりちゃんすごく可愛いもの。どうしたの？しおりちゃん、僕何か変なこと言った？やっぱり私には制服似合わないかなって。どうして？あのねお兄ちゃん、前に通ってたところで私ほど制服が似合わない女の子はいないってクラスの男の子たちに言われたの。それって好きな女の子に意地悪するっていうよくあるパターンだったんじゃないかな。しおりちゃんは前の制服嫌い？ううん、嫌いじゃないよ。だから似合ったらなって思うこともあるよ。僕、しおりちゃんの制服姿見たいな。制服が似合わないっていうのは絶対嘘で、制服着たらもっともっと可愛くなれるに決まってるんだから。でもしおりちゃんは僕の言葉とクラスのどうでもいい男子のたわごとどっちを信用するの？それはどっち？もちろんお兄ちゃんに決まってるよ。うん、ありがとうしおりちゃん。というわけでしおりちゃん、僕のお願い聞いてくれる？え、お兄ちゃんのお願い？へえ、すごくおしゃれなデザインだね。じゃあ早速お着替えだね、しおりちゃん。やっぱりここでお着替えするの？もちろん。お部屋で着替えてきたらよかった。あ、しおりちゃんそんな意地悪言うんだ。別に意地悪じゃないよ、お兄ちゃん。うわぁ、かわいい。しおりちゃんすっごく似合ってるよ。本当に似合ってる？うん、バッチリ。本当に本当？本当に本当。
すっごくかわいい。メロメロになっちゃう。メロメロ。そうだよ。思わず。私とても幸せだよ。